第8話は、みんなでスキーに行くお話です。ヒューゴくんの指導方法は、感覚派でした。今回も、冬月さんの破壊力は、抜群です。オープニングテーマ曲の中で、登場していた、ヒューゴくんの妹、ユキミンが、ついに現れました。ユキミンも、冬月さんが、大好きのようです。夜には、たこ焼きパーティーが開かれました。冬月さんは、意外にも、たこ焼き奉行でした。サンタの帽子をかぶった冬月さんも、素敵です。冬月さんに、耳元で囁かれると、もう、メロメロです。冬月さんに心を奪われる人が続出して、ネット上は毎週大変な状態です。今回のエンディングもやられました。作った方にリスペクトしかないです。ありがとうございました。